こんにちは。梅雨のワクワク30日チャレンジ。今日は9回目です。9。じゃあ、今日は新しいページを見てみましょう。あ、その前に、前回までのお話を一緒にちょっとチェックしますね。はい、はい。巨人さんが死んでしまって、巨人さんの体が土で覆われてしまって、丘になりました。土で覆われてしまいましたが、これは、ヘルシー兄弟が土をシャシャシャかぶせましたか？それとも自然に土で覆われていきましたか？自然に土で覆われて、覆われていきました。いきました、really? うん。自然に土で覆われていきました。うん。そうです。だんだん、だんだん、だんだん、覆います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 。覆われていきました。うん。はい、はい。巨人は昔たくさんいましたが、だんだんいなくなりましたよね。うん。うん、だから、まあ、いなくなりました。でも、この時は、いなくなっていきます。ああ、OK。いなくなっていきました。そして、うん、いなくなりました。はい。それで、丘になったんですよね。丘になって、この丘は、ドーナツの形をしていましたか？人の形をしていましたか？人の形をしていました。うん、そうです。人の形をしていました。じゃあ、次のページに行きましょう。死者の丘。死者の丘。死者は死んだ人です。死んだ人。死んでいますね。死んだ人です。だから死者。医者は医学をする人。だからドクター。医者。死者。読者。読む人。本を読む人。読者。書く人は著者。ああ、はいはい。わかりました。この本を書いた人は著者。その本を、うん、買って読む人は読者。で、死者は死んだ人。死んだ人。はい。死者の墓、お墓。丘、死者の丘。そうです。死者の墓じゃなくて、丘。うん、まあ、墓なんですけど、まあ、お墓は。はい、そうですね。お墓になりました。そう。でもね、だんだん、みんな、ここに巨人がいることを、知らなくなりますよね。ああ知らなくなっていきます。それで、知らなくなっていきます。それで、うん。そうですよ。だって3000年 ?300 年ぐらい経ちましたよね。はい。うん。巨人が死んでから300年ぐらい経って、丘になって、この時、巨人がここにいるのを知っている人は
全然いませんでしたから。あ、二人がいました。二人いましたね。二人いました。二人だけ。300年以上生きている人が二人いましたね。はい。誰ですか。それはキヌアとゴジベリでした。そうですね、キヌアリーブスとゴジベリーリーブス、ヘルシー兄弟の2人はこの時も生きていました。はい。だからみんなはこの丘を死者の丘と呼びました。でも、ああ、okay. でもヘルシー兄弟は何と呼びましたか。巨人の丘、うん、巨人の丘と呼びました、うん、そしてみんなは死者の丘と呼んでいましたから、ヘルシー兄弟も死者の丘と呼んでいました。でもヘルシー兄弟2人の中ではあれは巨人の丘、あれは巨人の墓なんだ、俺たちが埋められなかった巨人の墓なんだと、はいはい、思っていますね。この丘を見るたびに、巨人の丘を閉じたのは俺たちだ、巨人の目を閉じたのは僕と兄さんだと思います、うん、あ、大変だったな、巨人の目は大きくて閉じるのはとっても大変だったと思います。はいはい、それはキヌアですよね。そうですね、うん、最初のはゴジベリーが言いましたけど、その次はキヌアの言葉です。だから、この丘は死者の丘と呼ばれました。ゴジベリーの森は何の森と呼ばれましたか。綺麗なバナナ、綺麗なバナナの森。綺麗なバナナの森、ちょっと言いにくいね。バナナの森、ゴジベリーのバナナはピンク色でした。そうですか。ピンクバナナの森と呼ばれました。ピンクのバナナの森、うんうんうん、ピンクのバナナの森、ピンクバナナの森。そう、まあゴジベリーのバナナはゴジベリーズピンクバナナという名前で売っていました。だからピンク、うん、ピンクバナナで大丈夫、うん、ピンクバナナの森呼ばれましたと呼ばれましたと呼ばれました。はい。じゃあキヌアの丘は何の丘と呼ばれましたか。夢のドーナツの丘呼ばれました。ああ、有名なドーナツの丘、そっかそっか、なんか綺麗なとか有名なとか、ね、日本語はあんまり名前につけないんだよね。あ、だからね、そうなん、なんかちょっとなんと呼ばれますか。ドーナツの丘ですよね。それだけ、ドーナツドーナツ丘。ドーナツ丘、うん、ドーナツ丘で、あー、お腹すいたな、今日はキヌアさんのドーナツの丘に行こう。キヌアさんのドーナツの丘に行って、ゴジベリーさんのレストランに行こう。あ、ゴジベリーはキヌアの丘にレストランありますか。はい、ゴジベリーは料理が上手です。
はい、キヌア、キヌアは上手じゃない。そうです。キヌアは上手じゃないけど、ゴジベリーは料理が上手で、ピンクのバナナがあるし、あの、キヌアの丘で、キヌアの、あるし、あるから、取れるから、あの、バナナとかキヌアを使って料理をして、あのレストランを開きました。ゴジベリーのレストランに行くの？あのレストランいいよね。私大好き、ゴジベリーのレストラン。え、本当？何が一番好き？やっぱりゴジベリーのレストランで一番美味しいのは、あの、キヌアバナナハンバーグでしょ。キヌアバナナハンバーグ。あー、あれ美味しいよね。キヌアバナナハンバーグ。あれ、肉じゃなくてキヌアなんだよね。キヌアで作って、その上にバナナのトッピングがあるんだよね。あれがピンクのバナナでさ、すごいさ、見た目もいいんだよね。すごいインスタ映え。だよね。ヒョウさんのお気に入りは何？なんだろうな。俺のお気に入りは、やっぱりデザートのバナナプリンかな。俺と同じピンク色のバナナのプリンでさ。ヒョウさんのおすすめは？俺のおすすめは、やっぱデザートのバナナプリンかな。あ、バナナプリン？俺と同じピンクのバナナプリンがさ、やっぱあれインスタ映えするよね。美味しいし。で、この、なんと呼ばれましたか？あ、死者の丘と呼ばれました。はい。死者の丘と呼ばれました。それで、この場所はですね、あの、アグアスカリエンテスで、一番有名な場所になりました。はい。でも、今、一番、アグアスカリエンテスで一番有名なところは、ゴジベリのレストラン。です。そうです。はい。5スター。5つ星。トリップアドバイザーで。トリップアドバイザーって知ってる？はいはい。知ってる。トリップアドバイザーで。5つ星。Google マップの。あれで。5つ星。あの、ゴジベリーのレストランは、今は、トリップアドバイザーで5つ星。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。ミシュランも5つ星。すごいね。ミシュランで5つ星。でも安い。はい。じゃあ今日はここまでにしましょう。ではまた。Thanks for watching, everybody.We hope these videos are useful for you, and if you'd like to support us to keep making videos like these, you can find a link to our Patreon page down in the video description. Take care.